調整はいるよ。メイトが本当終わってますね。メイトがダメですよ。ここは夢と現実。足払い、横イルカ、レスティ、ハイソラレスティも着地して、横イルカレスティ、横イルカレスティとかって、ノーゲージで、これ、呪術怪獣のクソもねえじゃねえか、誰でもできないじゃねえか、そういうのやめろよ、バカっていう、ね。あ、チャンスですね。チャンスです、クリフはどこか。さあ、出てないよ。あ、出てるんですか。っていうペルソナ大会中で申し訳ない。さあ、フォアゴルさんがしっかりと動きを覚えてみる。さっきの動きがなかなかできるんですけど、うわーっと裏回りかと思いきやの口爆死のしかも思ってのゲラン。さあ、これ今のシングル結構微妙なところ、ボーナスはマイナス1、これウィンズのジャガって詳しい。さあ、だがゲマさんがスペード3ループ持っていく。さあ、ここで通る。そこまでまず1本はゲマさん悪くはなかったと思う。ここで行く、逆で、そこからのこのホールド、ここは逆切れ。あっと、ここはダブルアップ失敗。さあ、走まだ勝ってる、立ちっぱです。そしてワンモアからのこのヘリディアル。そして今度は一気に足に運ばれて、亀足、どうする？ウィート苦しい。どこで何を開けたい？前に出てくる、上半身が、ヤギで、ここは爆発してしまった。さあ、安いって自分で言って相手に言われている。残る、これで1、出ました、ゲマさんの、あれ出ました、いただきました。ラウンドファイナル、でも当たってます。さあ、開幕し死ぬところだからシーンだろう。さあ、遠距離モード、あー突っ込んでくる。そうですね、あれが通るんですよ。ここは結構使うんですよ。サイドフリードは若干ゆっこカウンター。さあ、見たのいい連携、そしてジャグシゲダン投げ返す。おっと、もうカウンター、これはワンちゃん十字、これは当たらないが、半角もない。クレスタが割れた、ワンちゃん、これぞワンちゃん。そして上下からのミスらなければいい、こいちょ死にはしない。どうなる、残る、ヒンバがどう投げを抜けてどうする、追加追加、そして話しよう。和解できるか、ゲバさんと和解ができるか、ゲバさんと和解がしたい。和解完了、ゲバさんと和解ができました。勝ったのボーナス。ブラマイゼロと、まあ多分これはゲバさんですよね。ゲバさん1通過です。1本取った段階でゲバさん抜けても間違いなかったよ。もうあとはブッパすればいい。さあ、じゃあ D ブロック、最後 D ブロック、まずは笠間くんとパチくん、ゲージを貯めて D スラで殴ればいいと。ペルソナ4 The Ultimate in 真夜中アリようこそベルベットルーム。ここは夢と現実、精神と物質の狭間。お任せください、あなたのお姿とその分身ペルセクレでご分実力白昼、どうなるこの試合。ラウン
さあ、ワンピ側がパチ君のアイディ、ツーピ側カタマ君のクマ。さあ、ここは中段が決まってて、とりあえずメキドから端詰めたんだが、ここは全然で回避していく。さあ、シエが入って、空投げ。まあ、オルギアじゃないので、追いつかれてません。さあ、ランチャーから、また、さあ、ダメージをじわじわ奪っていく。ラジカル。さあ、銃撃って、ペルソナブレイク。これはかなり美味しい状況。さあ、ガーキャンで切り返して、2A から投げは投げて。さあ、2B で拾って、設置、煙幕。さあ、ダメージは安いんだが、体力差は相変わらず大量。何かワンチャンを掴みたいところ。さあ、ここはオルギャンにボールチェンジしてからラジカルで拾ってメッキとボコスカ。これで死ななくても大盾。さあ、ラウンド1を取ったのはハジ君。さあ、しっかりラジカルに反応して前転をしたら、これがバースト読みだったかな。早い段階でバーストするという。おっと、パシ君の方もバーストを読むが、今度はバーストする。お互い開幕バーストを読みから入ったこの試合。さあ、ラジカルがヒット。さあ、なんだこれ。片屋は空中バタス、片屋メキドグッパ。さあ、中段が入って SP メキドからラジカル、ジャンピー男子メキド。ここは逆入れで飛び出すが、おっ、これは、あーっと、近距離ではなかった、前転だった。さあ、賭けに出たんだが、賭けに勝ったのはパチ君の方でした。